リエバンは、フランス、オードフランス地域圏、パイコールドカレー圏のコミューン。コミューンの標高最高地点である両門山で、新石器時代とガロローマ時代の遺跡が発見された。リエバンには、メロビング長期のネクロポリスがあったことを示す752の墓が見つかっている。中世のリエバンは、小さな農村であった。1414 14年に、 人口はやっと150人であった。1857年に発見された石炭の鉱脈は地域経済を沸騰させ、リエバンを鉱山の町に変えた。人口は急増し、1914年に25,698人に達した。第一次世界大戦はこの成長を急に断ち切った。町は廃墟となり、教会や城は破壊された。 リエバンにいた400人の民間人と600人の兵士が死に、1920年にコミューンとしてクロアドケール勲章が授けられた。戦後、町の復興がなされ鉱山が再開された。第二次世界大戦の勃発は再び町の成長を止めた。1940年、リエバンにドイツ人たちが移り住んできた。この時代、 220人の民間人と225人の軍人が殺害されている。1944年9月2日、リエバンを解放したのはイギリス陸軍第8師団であった。再び復興と共に工業が盛んになった。軽敗に鉱山労働者たちが侵されたのはその結果である。九百六十年代以降、工業は不況を迎え、九百八十年までに 60から67の鉱山が閉鎖された。工業の終焉は、都市の第一の経済活動を奪った。2008年、失業率が、フランス国内平均12.9%で、あるところ、リエバンは9.16%と影響を受けている。ポップやレシャンズリー・イルズ2008デラ・コンミューン、リービン・シュールルサイトでエル陰性、ハットエール。 アンシークリッパィ d s、v I l l、e s v i、e e、l l e s d e f r a n c e s u r j o u r n a l t u n e t c o m ありがとうございます。